焼いた豚肉をミキサーにかけます。これぐらい細かくします、豚肉をまず入れます。次に、みじん切りにしたキャベツを入れます。ネギに加えて、生姜と、ニンニクをおろしたものを加えます。大さじ1杯の醤油を入れます。大さじ1杯のみりんを加えます。大さじ1杯の酒を入れます。小さじ1杯の味の素を入れます。混ぜます。少し水を垂らして、具をのせます。綺麗な形が出来上がりました。餃子のタレは、醤油、酢、砂糖を混ぜれば簡単に作ることができます。餃子エンパナーダが出来上がりました。外見はエンパナーダもう一緒です。中は餃子です。美味しそうなのができました。